工場長のチャンネル。今日はトゥルー購入品紹介になります。前回洋服、春服の購入品ご紹介したんですけど、今回は雑貨類、ちょっとした無駄遣いたちをご紹介していきたいと思います。で、買い物した場所は原宿のキディランドと原宿駅前にあるアインズ。私はこのアインズ好きで、原宿行くたびに、まあ、原宿自体めったに行かないんですけど、原宿に行ったらとりあえずアインズ寄っちゃうんですよね、無意識に。まず一つ目がこちらです。ボノボノのマルチバッグめちゃくちゃこれでっかいんですよ。なんか店頭で実物ぶら下がってて、あ、これ欲しいと思って迷わず手を伸ばしてしまいました。最近出かけ先で荷物増えることがよくあるので、こういうのカバンに1個欲しいなって思ってたのに買いました。で、しかも大きいから本当心強いです。で、あのお手紙、皆さんからいただくお手紙とか、たまに箱、これぐらいの箱のものとかにね、わざわざ送ってくれる方がいて本当にありがとうございます。で、こういうのとかポンって手で渡されちゃって、一回普通にこのまま手で持って帰ったことがあるんだけど、なんかこれもし2つ一気に来たらどうやって持って帰ろうとか考えたら、やっぱりカバン、なんか大きいカバン必要だなって思って、ちょうどよくボノボノデザインで可愛いのがあったので、もうね、即購入しました。めっちゃ可愛い。まあ、スーパーとかに普通は持っていくんだろうけど、私は普通にその辺に持って歩きます。ということで1品目です。そして続いてもう一つ、ボノボノ洗顔とかするときに使うヘアバンドです。今使ってるやつもあるんだけど、洗ってないから臭いんですよね。なんかそろそろ洗わなきゃとも思うんだけど、ちょうど可愛いのあったんで、あ、これに買い替えようと思って買ってみました。結構きついんだ、がっつりがな、硬い、こんな硬いんだね。こうやって化粧落とすときとか、あ、化粧取れそう、今やった。お、あ、なんか値札が、壁がちょっと邪魔だけど、こんな感じかな。これで化粧落としてね、いきたいと思います。いやー、でも可愛いね。化粧落とすときもちょっと気分が上がりそうです。いてきてて、あ、うん、ボロボロまあいいや。結構これゴムが硬い。あ、結構もっとやばいものかと思った。あ、これから伸びてくのかな。あと、このボノボノの顔あたりが結構がっつりしてるから、作りがしっかりしてます。私今使ってるのあれ100均で買ったのかな。ほんと全体的にゴムみたいでゴニョゴニョなんですよ。まあ、別にそれでも全然使えるからいいんだけど、ここまでしっかりしてるヘアバンドあるんですね。まあ100均ので本当に十分なんだけど、やっぱ可愛いものってなんかいいよね。ほんとただの無駄遣いです。これ1400円、でも可愛いからいいけどさ。そして続いて、てるん、セーラームーンのあれです。前も一回紹介したタブレットのケース、あれのね、違うバージョンが出てたんですよ。で、4つあったんだけど、なんとかちゃんと2つに絞って買ってきました。まあ1個500円、まあね、でもこのクオリティで500円は本当に買いだと思います。1つ目がエターナルムーンアーティクルだっけ、多分エターナルムーンアーティクルっていう変身ブローチ、変身コンパクトだったような気がします。で、もう一つがクリスタルスターブローチ、確かそんな名前だったような気がします。セーラームーン R の時の変身ブローチですよね。私このコンパクトがセーラームーンの中で一番好きです。中身はこんな感じです。もう超可愛くないですか。あ、中もちゃんと銀髄章だっけ、そんな感じであります。いや、すごいすごいすごい。これも見て見て見て、こうここ黄色く透けてて、中の星がちらっと見えるんですよ。なんかそういう部分もすごいクオリティが高く感じられます。キディランドで買ってきたものは以上の4点ですね。意外と少なかった。そして原宿のアインズで買ったものがカラコンですね。バンビシリーズのアーモンド、いろいろたまにつけては見るけど、最終的にはこのバンビシリーズのアーモンドに戻ってきちゃいます。
でしかも色もグッと目力が上がっていい感じなんで、これが30個入りかな、30個入り2つで1ヶ月分買いました。で最後に買ったものがアイライナーです。やっぱ売上1位とかって書かれたものに手が伸びてしまって、4年連続売上ナンバーワンのリアルラスティングアイライナースーパーブラック、アットコスメでも第1位なんだっていうのをちょっと買ってみました。24時間目力キープ、ウォータープルーフ、いや心強そうですね。なんかそこまでしっかり見て買ってきてなかったんで、いやこれちょっと楽しみです。という感じで購入品案外少なかったです。以上になります。私結構行くお店って決まっちゃってて、あんまり冒険しないんですけど、もしおすすめのお店とかがあったらぜひぜひ教えてください。という感じで今日はこの辺で終わりたいと思います。バイバイ。